今日はイルカさん200円プラスで。ありがとうございます。イルカさん。イルカさんのこれハズレよる。イルカさん。そうイルカさん。イルカさん、ちょっとさっき行ってくるわ、これって。あれ充電なくなったか。あとあとこっち来るわ。了解です。あとで。すぐ写真撮りますか。うん、ちょっと待って、あとちょっと待って、あとでこっち来るわ。あとでこっち、潰れへんかな、これ。潰れへん、はい、男前のお兄ちゃんはな。イルカ潰れへん、大丈夫です。あ、乗る、砂の上で乗んなきゃ大丈夫です。あ、水って大丈夫です。水は大丈夫。あ、ものすごい傷ついたわ。大丈夫です。いや、それは男もんだもん。あとで撮れてくるわ、あとで。先行ってくるわ。ちょ、おしっこ行ってたから、飲みに行くわ。はよ、はよ、はよ。ちょっと、あとで、あとで。おしっこ、おしっこ。おしっこ行ってここにさ、靴とさ、ここ置いとって大丈夫よ。同じとこ置いとってよ。あ、そうか、僕な、さっきの脱ぐん、脱ぎたいの。もう脱いときじゃん。これ、そこ置いとったやんじゃん。嫌なの、それ濡れるのが嫌なの、コートばかり。あ、脱いだ。うわ、すごいわ、おしっこしたな。あれ来た？あ、かよ、おいでなよ。ごめん、足大丈夫？足届くから。イルカさん、これちゃんと浮いてくれるんかな、これね。イルカさん、で水中メガネしとくか、ズボッと入ったらあかんから、うん、ケツピリッと見えるんちゃう、ケツが。これカポット、乗られへんやん、これ乗ろう思ったって。持ってることだ、これ逃げないよ。せーの。浅瀬で乗って押してきたらいいんだよ。おケツがブルッと見えんのに。だっておケツ、あんたが後ろから見といた、見とかんか、おケツがブルッと。父さんやな。おっぱい出てない、おっぱい出たよって。おケツがブルッと出んのに。あ、慣れた、慣れた。あ、これ、あとそれ持っとき、浮くから。あーい、あ、これエヴァだ、これ、うん、イルカに乗った富士館。ちょっと押して、ちょっと。あとちゃんと押してやね。押してるよ。ポンと出てる。イルカに乗った時間。なんか進まへんで、ね、このイルカさん。イルカさん進まへんで、ね、イルカさん。あんたちゃんと押しよる？押してるよ。イルカに乗ったプチコン。あら、あっち行こう、行くなってことなんやね、これ。え、あ、足届いてる？あ、出ない。これ大丈夫ね、これ、これ取れんねん、これ水に一回使って。足届くやんか、大丈夫や、届くから。それもう、イルカさん、
イルカさん浮き輪のが付き合いやすいね。イルカさん使いにくいなこれ。あと次のリアね、絵撮ってあげるから。あんたなんで？ねえ、あてか顔ごぼって潜ってみて。え？見て。うん、せっかくみ、それ水中メガネしてるから。じゃあ、ちょっと待って、ちょっと待って。潜って。こっち、ちょっと舐めたらあかんって、そんなもん。入って。せーの。なんかあれやわ、いい感じに透き通ってるわ、うん、イルカさん、うん、イルカさん、うん、あとちょっとイルカで遊んどいて、写真に変えとこうか。写真に変えとこうか。